皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんの火曜日の予言の2回目をご紹介します。コメント欄を見ていて思うのですが、ご自分の考えを盲信して発言されている方が散見されます。今からご紹介する内容はあくまでもジョセフさんの考えで、私やウォールさんの考えとは異なるものも多く含まれています。特にウクライナ情勢やプーチンさんに関しては意見が違うところも多くありますが、皆様もその目で目撃することはできないので、テレビなどで聞いた話を元にしたお考えだと思います。彼らの常套手段は分断統治です。人々を洗脳して、意見を真っ二つにし、分断して統治するのです。このようなことで争うのは彼らの思うツボですのでどうかおやめください。2022年3月8日の予言。これは気持ちの悪い話ですが、見せかけの連続殺人があります。皆様気をつけてください。強盗が増えるでしょう。防犯カメラやアラームにお金を使いましょう。これはこの国で今以上に行方不明になる人が出るからです。みんな金持ちで豊かな一部の人のところに行ってしまうのです。誘拐された人たちはみんな金持ちのところに行くのです。誘拐はフロリダやマイアミなどの観光地で起こりますので気をつけてください。大邸宅に金持ちの一団が集まっているところに入り込み、場合によっては燃やされてしまいます。これは今アメリカ以外の国で起こっています。貨物船が見えます。燃えてから沈没します。このことは以前も触れました。実際起きたのは高級車を積んだ船が燃えてしまったのです。前は木箱が船を壊すと予言しました。そして船は大きな波に飲まれます。そしてコンテナのいくつかが失われます。コーヒーが豆不足と相まって値上がりして経済を冷やすことになります。スターバックスのような特定のブランドや会社が狙われます。私も常にコーヒーを備蓄しています。植物油について、私が予言した通りトウモロコシが不足します。先月トウモロコシに投資しなさいと申し上げたばかりです。それが今植物油に波及しています。私もオリーブオイルを備蓄しています。それだけではなく、ジャガイモも不足します。どうしてかまだわかりませんが、ポテトフライがいろいろな店から消えてしまうのが見えます。どうか皆様、個人経営の店を助けてあげてください。それがとても大事です。6ヶ月以上の食料品を備蓄してください。1年以上あればなお良いです。ジャガイモに話を戻しましょう。ジャガイモを育ててください。簡単に育ちます。サツマイモはもっと簡単です。サツマイモには必要なあらゆる成分が含まれています。備蓄すると同時に食料を栽培してください。もし庭があればバケツで植物を育てることができます。庭がなければ家の中でもサツマイモを育てることができます。食料と貨幣の値段が上がります。特にカナダとアメリカです。大都市では食料をめぐり暴動が発生します。海外、特にヨーロッパから始まります。バデイン政権が何かをしようとしますが、そのせいで人々は暴徒と化します。白昼堂々スーパーで略奪が起こります。ポーランドとルーマニアが今起きている戦争に巻き込まれるかもしれません。もし光側に留まっているならばこれは起こりません。ロシアがこの2カ国を巻き込み、アメリカがそれに続きます。プーチンが何かしらの生物兵器を投下するのが見えます。人々がガスマスクをつけています。シリアでロシア軍がやったことを思い出させます。どうかヨーロッパに旅行しないでください。航空便がなくなるのが見えます。何か大変なことが起こるからです。あとスピリットが現金を持ってくださいと言っています。このことについては明日詳しいお話をします。最近お客さんから子供の自閉症について相談を受けましたが、これから自閉症に関する大発見があります。
これについても今後詳しくお話しします。地下の洪水と爆発がオーストラリアで今起きています。これは暗く邪悪なイルミナティのサタン信者に関連しています。このことは2016年1月に遡ります。この時に私はたくさんのトンネルについて予言しました。そして今まで見たことないくらい悲惨な場面が見えています。単なる殺人といったレベルではなく、今まで見た中で最もおぞましい場面です。私は2016年に彼らは自らトンネルを爆破すると予言しました。そして大量逮捕についてもです。陰謀論だと論じる以前に、このことが今まさにオーストラリアで起こっています。自分でトンネルで洪水を起こして証拠隠滅を図っています。人を奴隷にしたり臓器狩りをしたりなど全ての病的な行為を隠そうとしています。とても不愉快なお話です。洪水にして全てを洗い流そうとしています。またたくさんの爆破がオーストラリアで起こっています。地震は実は軍隊が地下を爆破していることで起こされているのです。こういった事実が白日のもとにさらされます。地震とともに地下から炎が上がったらそうだと思ってください。闇のエネルギーはまだ止まりそうにありません。2016年に予言したことがことごとく的中することになります。ドナンプ氏について、彼は法の執行をめぐり法廷に引き出されます。彼が被告かどうかはまだわかりません。大きな波を受けて、コンテナが貨物船から船員を道連れにして凍りつく海に投げ出されるのが見えます。ワシントンでいくつかの放火が見えます。ワシントン DC にある重要な建物やモニュメントが狙われます。しかし目的を達成する前に犯人は逮捕されます。サプライチェーン問題について、貨物品の運賃が上がります。ウクライナ問題がサプライチェーンを大きく損壊します。そして畑が空っぽになります。なぜなら戦場になるからです。まるでかつてのペンシルベニアのゲッツバーグのようにです。急いで食料を確保してください。人々が食料と水を求めて長い列を作っているのが見えます。まるで大恐慌の時のようです。これが第一の前兆現象です。ロシアがスターリンクの衛星を撃ち落とします。どうしてかはまだわかりませんが、その場面が見えます。衛星の無線に大きな問題が発生します。食料問題に戻りますが、簡単な方法でもいいので備蓄を始めてください。エジプトと中東での飢餓が見えます。穀物がなくなるのです。食料をめぐっての争いや抗議活動が見えます。ドイツでも同様のことが起こります。港が攻撃されます。人々が船のコンテナから略奪しているのが見えます。トラック運転手がトラック泥棒に対して立ち上がります。これが大問題に発展します。3月22日に天候に関するイベントが起こります。地震や津波です。また新たな戦争が勃発するかもしれません。プーチンの治世は終わり、新たな若いリーダーがその地位を奪います。3月22日がそれに関しても重要な日になります。3月は今年1年の中でも最も重要な月になります。福島で起こったようなメルトダウンの場面が頭に浮かびました。それは先週も申し上げました。以上が私が今日頭に浮かんだことです。皆様からの声援と援助に感謝します。明日は経済についてお話しします。近いうちにまたお会いしましょう。もっとご自愛して日々奇跡を感じてください。文句を言えば言うほど、宇宙は皆様に文句を与えます。この麗しい日をご堪能ください。ナマステ。いかがでしょうか。私はあまりテレビを見ないので報道されているかわかりませんが、今オーストラリアの洪水は大変なことになっているようです。私も3年前に洪水に見舞われたので心配です。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。
また次回の動画でお会いしましょう。